はこの本を制作しました。小学校高学年からもっと上の方たちですかね、に向けて、読み聞かせなどに使えるように制作したつもりです。やってたことは原稿を前にしてみんなでこうけんけんがくがくと足をこうしようという話をしていたので、とても地味なことなので特に映像等もありません。今日はブックトークのように皆さんに生徒さんになっていただいたつもりで、説明していきたいと思います。座らせていただきます。本ですので最初にこの本の始めにと終わりにを読ませていただきます。創作小橋物語。はじめに、今から600年ほど前、沖縄は琉球と呼ばれていました。北山、中山、南山と3つに分かれ、争いの絶えない時代でした。琉球を一つに統一した小橋はどんな少年だったのでしょうか。小橋の子供時代を想像、創作しました。真ん中飛ばしまして、終わりにの方を読みたいと思います。終わりに。南城市の主催する小橋の語り部育成講座に参加した私たちは、日頃小学校で読み聞かせをする活動をしています。講座の内容は年代別に歴史を学ぶような固いものではなく、現在の沖縄に残る景色や今でも聞こえる音から昭和史の生きた時代を感じ取るような情緒たっぷりの想像力をかきたててくれる内容でした。では読み聞かせボランティアの私たちはその講座を受けて、子どもたちにどのように昭和史を伝えることができるだろう、そう考えたのがこの冊子を作るきっかけとなりました。郷土の偉人を身近に感じてもらうこと、小橋をキーワードに琉球の歴史に興味を持ってもらうこと、この2つを目標に聞き手の年齢を考慮して小橋の子供時代を中心としたお話を創作しました。一つ一つのお話がそれぞれ違ったテイストとなっていますので、いろいろな場面で自由に読んで様々な方に利用していただけたら幸いです。はじめにと終わりにこんな文を入れています。中には7つのお話が入っています。小橋の、生まれた時から三山統一するまでを歴史を追ったようなお話と、それからあとは小橋の子供時代を創作して書いています。資料の中にアンケートが入っていると思うんですが、それは小学校の市内小学校の4年生、5年生、6年生にアンケートを取ったものです。そんなのを参考にしたり、それから琉球の歴史の専門家である上野隆先生にいろいろとお願いをいたしまして、歴史的な時代背景とか、それから生活の分かるようなアドバイスをいただきながら創作しました。お話は長いものから絵を使った絵本のようにしたものまでいろいろあります。これからこれを各小学校、中学校、図書館などに配布して、まず学校で手に取って、子どもたちに手に取ってもらうことや、それから読み聞かせ、それからここの学校の活動などに使ってもらえたらと思って準備しております。学校に限らずに読み聞かせというか、この小橋の物語をいろんなところに伝えたいと思う方には配布して使っていただくつもりでいます。ちょっと長くなりますが、最後にお話を一つ読んで終わりたいと思います。それぞれのお話にポイントといってちょっとアドバイスが入れてありますので、まずここから読みます。お話のポイント。小橋は特別な子供だった。
いえ、どこにでもいる普通の少年だったのではないでしょうか。そんな小橋が自分の道を見つけて歩み出そうと意識するその日、ちょっと不思議な雰囲気で創作しました。登場する怪奇は後に小橋の片腕となる人物です。子供の時に出会ったという史実はありませんが、聞く人の興味の対象となって知ってもらえると良いのではないかと登場させました。アーマン、ヤドカリ。パシャパシャパシャ。朝、まだ太陽の光が優しい時間です。青い魚が刺さった枝を片手に、小橋は海から上がってきました。あれ、服がない。風に飛ばされてしまったかと慌てて辺りを見回していると、これかい？岩の陰からひょっこり現れた少年が汚れたものを持つように小橋の服を持ち上げてみせました。俺の服だぞ、返せよ。え、服？なんだよ、文句があるのかよ。小橋は服を受け取ると、少年を足元から頭までまじまじと見つめました。初めて会う少年、この辺りではあまり見かけたことのないちょっと変わった格好をしていました。お前どこから来たんだ、当の人間か。少年は小橋の問いに答えることなく穏やかに笑って言いました。君は泳ぎが上手なんだね。小橋は自分の質問に答えてもらえないことにムッとしましたが、大きく息を吐くと海を見ながらこう言います。ここら辺の人間ならみんな歩くように泳ぐのさ。出なけりゃどうやって飯を食べていくんだよ。ああ、そっか。返事をして少年はちょっと首をかしげると続けて言います。こんなに暖かくて雨も多い土地だもの、作物を作れば1年に2回収穫できるだろう。1年に2回そんなことができるのか。そんな土地もあるということさ。少年が答えると、小橋は一瞬目を輝かせ独り言を言うようにつぶやきました。そうか、それができれば挿し木も豊かになるな。だけどここら辺の土は硬くて耕すことが難しいんだ。小橋のお父さんはアジというこの挿し木一帯を治める長でした。小橋はお父さんを手伝ってあちこち歩いていましたので、村のみんなが作物を作るためにどんなに苦労しているかよく知っていました。少年はそこから見える挿し木の景色をぐるっと見回すと、明るい声で小橋に向かって言いました。硬い土はもっと硬いもので耕せばいいんだ。鉄は硬い、鉄を仕入れて農具を作ればいい。お前おかしいのか、あんな貴重なものを農具にするなんて。こんな貧乏な挿し木でできるはずないだろう。まずは刀だ。戦って領土を広げていく。今腕のいい鍛冶屋、与那原の鍛冶屋に刀を作ってもらっているんだ。力を入れて話す小橋に対して少年は穏やかに言い放ちます。刀を使っても天下を一つにすることはできないよ。え？小橋は急に何を言うのかとちょっとびっくりしました。少年は左に見える山を指さしてさらに続けます。大里臼区か知念臼区、ちょっとした成功なら剣を覚えて力ずくで手に入れることもできるだろう。でもそれだけじゃダメだ。国とはそこに住む民そのもの、民を第一に思い民の心をつかむことができなければ琉球を統一することはできない。少年は小さなヤドカリを一匹つまみ上げながら当たり前のように楽しげに話しています。小橋は目を丸くしました。琉球を統一？こいつ一体何を言ってるんだ。少年はふふっと声に出して笑いながら
両手に乗せた小さなヤドカリをじっと自分を見つめる小鉢の前に差し出しました。ヤドカリはカサカサとせわしなく歩いてポトッと落ちると浜の岩陰へ帰っていきました。昼に片食いがあり地面がちょうどよく濡れるとペタペタペタ、小鉢こっち側だけでいいからな。そうそう、お父さんの師匠とさすきに住む仲間たちと一緒に小鉢はグスクの土手に石灰岩を貼り付ける作業をします。小鉢の住むさすきグスクは他のグスクと違って土を盛り上げただけの城壁でした。大雨が降ると土が流れて崩れやすくなってしまいます。石を貼り付けることで土が流れ出しにくくなるのです。それはグスクを守るための大切な作業でした。手伝いに来ているサスキの人々は一生懸命でした。皆粗末な身なりをしていてその上泥だらけになっていましたが明るく楽しそうに声を掛け合いながら働いていました。どうできとんど、中でも一番泥だらけになって頑張っているのはサスキ兄、師匠、小橋のお父さんでした。おお、少し離れて見てみろ。まるで立派な石造りの城壁のように見えるじゃないか。なあ、師匠の言葉に、皆手を止めてにぎやかに笑い合っています。そんな人々の姿を見て、小橋は思いました。いつでも、みんなで笑っていられる世の中を作りたい。今はグスク同士が争って、いつ戦いが起こるか分かりません。そうなったら、貧しい小さなサスキグスクはひとたまりもないでしょう。どうしたらいいんだろう。小橋の心は、城壁の作業から離れて、グスクから見える海へと飛んでいきました。左に見えるのは中グスク。海の向こうには、塔の。その夜のことでした。サワ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 、サスキグスクの自分の寝床の前で小橋は風に揺れる木の葉のささやきを聞きながら遠くに見える海の上のあれは塔からの船の明かりでしょうか。ゆらゆらと揺れる赤い光とその先の暗い海と月明かりにほんのり明るい空との境目から目を離すことができないでいました。眠れないのかい。振り向くとグスクの下に住むおばさんがゆっくりと歩み寄ってきました。なんだか寝られなくて。お前いくつになったんだい。12になりました。そうかい、あの向こうが気になるのかい。おばさんはバテンノロと呼ばれ神様からの言葉を民に伝える役目を持った人でした。小橋はおばさんに心の中を見られてしまったようで叱られるかもしれないと思いました。けれどどんな叱られるようなことをしたのか自分でもよく分かりませんでした。お前はサスキアジの跡取りだ。ここから出ていくことはできないよ。このサスキを背負っていかなければならない。分かっているね。はい、中山から見れば比べ物にならないくらい小さなグスクに見合いの小さな領地だが、それでも村人はサスキアジを頼りにしているのだよ。やはりおばさんは小橋も知らない小橋の心の中を知っているのでしょうか。バテンノロは握っていた手を小橋の前に差し出しました。手には小さなヤドカリを握っていました。ヤドカリはぎゅっと身を縮めて殻の中に入っています。小橋が受け取って手に乗せるとゆっくり貝の中から這い出してきました。小橋は落ち着かない気持ちのままそれを見ていました。お前は今自分が住む殻を決めようとしている。バテン殿の声はいつものおばさんの声のようではありませんでした。
お前の小さな体に合わない大きな殻に入ろうとしているのか、それともその大きな殻こそお前の入るべき殻なのか。小橋は不安そうに馬天の楼にありました。自分の行く道は自分で見つけて進むしかないんだよ。一人ではできないことも多いだろう。そんな時は落ち着いて周りをよく見てごらん。お前の周りにはたくさんの知恵や素晴らしい勇気を持った人たちが大勢いる。そんな人々を味方につけるんだ。それを聞いて小橋は昼間浜で会った不思議な少年の言葉を思い出しました。民を第一に思い、民の心をつかむことができなければ琉球を統一することはできない。そうだ、もう一度あの少年に会いに行こう。そう決めたとき、小橋はもう不安な目をしてはいませんでした。馬天の楼はいつものおばさんの顔に戻って優しく言いました。お前の手の中のその子にはもっと大きな貝が必要だね。海に返しておやり。ザザザーン、ザザザーン、ザザーン。島へ渡る大きな船のそばで小橋はやっとあの少年を見つけました。お前やっぱり島から来たんだな。もう帰ってしまうのか。ええ。そうか、残念だ。俺はお前ともっといろいろな話がしたいと思っていた。少年はにっこり笑って言いました。私の名前は海輝。また必ず会いましょう。サスキアジの子、小橋。私はまたこの琉球に戻ってきます。海輝と名乗るその少年はどうやら小橋のことをよく知っているようでした。小橋は驚きましたが、また会えると聞いてとても嬉しくなりました。必ず会おう。その時はどうしたら俺の夢が叶うのか一緒に考えてくれ。二人は固く約束をして別れました。小橋はそれから自分の夢のために一生懸命努力しました。時には刀を使い武力を頼りにすることもありましたけれども、小橋の心の中ではいつもみんなで笑っていられる国を作りたいという気持ちが変わることはありませんでした。そして一歩ずつ夢に向かって進んでいきます。サスキの小さなグスクから少し大きな大里のグスクへ、次にはもっと大きな浦添のグスクへ、そしてとうとう北山、南山、中山と、北山、中山、南山と三つに分かれていた琉球を一つにまとめて首里城。大人になった小橋と海輝の二人は約束通り再会して、力と知恵を合わせ平和な国を作るための基礎を築きました。民を第一に思い、民の心をつかんで琉球を統一したのです。おしまい。収録したお話の中の一つです。このお話ができたのは、歴史のアドバイスをいただいた上田隆先生に、小橋と海輝は非常にいい関係でまるで親友のようだったんじゃないかと思いましたというお話を伺った時にできたお話です。これからこの、今年度はこのお話をもっとみんなに聞いてもらうために披露会を計画しています。秋口にどこかで皆さんの前で披露できたらなと思っております。以上です。